ッカークラス、やっていって目標の世界のチャンピオンになれるようにこれからどんどん頑張っていくんで、本当に悔しかったんですよ、負けて。こんなもんじゃないのに、自分の力を出し切れなかったっていうのもあるし、俺の負けの知らせを聞いて、日本で会長とかもないんだっていうし、期待を裏切っちゃったんで、俺のアジアで戦って、絶対に勝つっていう。自分の中でのプレッシャーはすごいあるんですけど、同じアイスやって、しかも間が1ヶ月ちょっとしかなくて、負けたらもう本当に後もないと思うし。でも、この対戦相手から逃げたくないっていう、もう一回やって、結果で証明したいっていう周りに。周りから初めて認められてもらえたのが、ムエタイだったっていう、自分の中で。初めて周りからすごいっていうふうに認められて、初めて自分でその胸を張って、俺はこれが一番だっていうのを見つけられたんで、結果ですね、結果。ただその結果を出すたびに、俺はもう、本当にすごい努力もするし、できる限りのことは本当にやってるんで、ただもうみんなには、見ててくれよっていう。試合で見せるから、それだけできます。